バナナの表面にこんなシミを見つけたら捨てた方がいいかもしれません。これはクモの巣、フォニュートリアと呼ばれる仲間です。非常に危険な世界で最強クラスの毒を持ち、一噛みで人間の神経系を即座に停止させ、吐き気や視界不良を引き起こします。南アメリカが原産のこのクモは隠れることが大好き。そのためバナナの箱に紛れて糸の袋にくるまり卵を産みます。その結果移動先で子グモが大量に這い出てくることになるのです。ああ恐ろしい。缶詰はお好きですか？そんなあなたはウジ虫も一緒に食べているかも。ウジ虫は様々な食品で見られるものですが、缶詰のホールトマトなんかは大好物。マッシュルームももちろん。彼らはそんな食品に目がありません。マッシュルームの缶詰 100g あたり20匹が潜んでいるんだそうですよ。まあこちらからできることはほとんどないので諦めるしかありません。食品の中でも気をつけなくてはならないのが FDA、 アメリカ食品医薬品局の認可を受けた食品。その基準は例えば板チョコ1枚には虫の体の一部が30まで入っていても良いといったものが多いんです。ピーナッツバターにはネズミの毛が入っていても良し。ピーナッツバターは FDA によって厳しく品質管理がされている食品の一つですが、一瓶あたり数本の毛くらいなら合格してしまいます。では皆さんの感覚でお答えください。 FDA はアップルバターにカビはどれくらい含まれていても良いと定めているでしょう。いえいえそんな多くはありません。たった 12% 以下。では第2問、チェリージャムだったらどうでしょう。ちょっと怪しくなってきました。 30% が正解。では最後の質問、カシスジャムはどうでしょう。正解は 75% 以下ならカビが入っていても良い。 FDA の太鼓判です。もうピーナッツバターとカシスジャムの組み合わせは無理かもですね。ブロッコリーは健康に良いと同時に中に危険が潜んでいます。ブロッコリーは完全に避けろというわけではありませんが、食べる前のチェックは忘れないようにしましょう。中に危険な虫が隠れているかもしれません。例えば黒ゴケグモ、バナナのクモほどの威力はないものの強力な毒を持ちます。ちなみにこれはある実話。オハイオ州の男性がブロッコリーで黒ゴケグモを発見。幸いこの話はハッピーエンドで終わりました。男性は地元の動物保護協会に連絡し、そしてこのクモは協会に引き取られ、可愛い名前を与えられました。このようなクモでも保護されるんですね。ほうほうほう、クリスマスがやってくる。本物の木でクリスマスツリーを作りたいという方、お家に持ち込む前にしっかりチェックしましょう。ほら、なんかくるみ台の三角形のものがぶら下がっていますね。困ったことにこの中にはたくさんの生き物が詰まっています。これはカマキリの卵です。一緒にお家でクリスマスを祝おうと待っているのでしょう。クリスマスのサプライズはプレゼントだけにしてほしいものですね。というリスクがあるからフェイクのクリスマスツリーにしようという考え、素晴らしい。実はフェイクのクリスマスツリーは本物のツリーに比べて引火する可能性が1/3。だからといって完全に安全というわけではありませんが、どちらにせよ気をつけなくてはならないということは変わりありません。照明を安全に設置し、熱源からは遠ざけるようにしましょう。引火しにくい素材のものを買うのがベストです。近視の皆さん気をつけて。地面の上にオレオクッキー、あるいは古い硬貨のようなものを見つけたら手で触れる前に眼鏡をかけましょう。その正体は恐ろしいクモかもしれませんよ。え、また？そう、また。これはシリキレグモと呼ばれています。名前の通りシリキレに見えますが、クッキーグモと呼んでも良さそうですね。原産は東南アジア、メキシコ、そしてグアテマラ、北アメリカ大陸でも見られることから、寒さにもある程度の耐性があると考えられています。罠を張ることで知られ、穴を掘り動いたものを見るや否や飛びかかります。また巣穴はスズメバチといった天敵を避けるためにも有効のようです。よかったですね。幸い人間は巣穴に引きずり込むには大きすぎます。
またネットで話題になる割には毒も持たず無害な蜘蛛です。さあ TikTok で有名になった別の俗説を暴いていくことにしましょう。イチゴを塩水につけると気持ち悪いことになるというのも、イチゴから虫がどんどん這い出してくるんです。しかしイチゴには小さな幼虫がうようよいるというのは嘘。そもそもスーパーに並ぶイチゴは丁寧に品質チェックと洗浄がされています。またイチゴには見栄えと呼ばれる虫がたかるくらいのことしか起こりません。スーパーのカウンターに長く並びすぎているとハエが寄ってきて、そこに卵を産みつけ、それが幼虫に帰りハエに成長するのです。この見栄えはスーパーや小売店、皆さんの台所などどこにでも現れます。そういう意味では、皆さんはベリー類を食べるたびにハエの幼虫を食べているかもしれません。まあそれを気持ち悪いというか、天然のタンパク質だというかはあなた次第。でも大丈夫、植物についた幼虫に毒はありません。これらを取り除くために塩水につける必要もありません。しっかりと水で洗うだけで問題ありません。熟していない食べ物はできるだけ避けましょう。ライチは良い例です。人畜無害な見た目をしていながら結構危険な毒を持っています。熟する前のライチを食べると、この毒を体内に取り込んでしまうことになるのです。毒は食べてすぐ死ぬほどのものではないものの、血糖値を著しく下げる効果を持っています。特定の持病や体質を持っている人の場合、発熱などの症状が現れる恐れがあります。ですからありきたりな言い方ですが、ライチは熟したものを買うようにしましょう。黒い斑点がついたリンゴは食べられないかというと、そうでもありません。斑点は大抵菌類で、見た目は確かに気持ち悪いですが、害はないものです。いくつかの方法で対処しましょう。その1、斑点をこすって落として丸かじり。その2、皮を剥いて丸かじり。その3、やっぱりそっとなかったことにする。鮭の身を購入するときは、卵を持っていないかどうか確かめましょう。卵があるとあまり美味しくありません。太平洋から産卵のために淡水へと移動する鮭は、そのために旅をします。そして淡水に入った鮭は体の機能を停止させ断食状態に入ります。この時の鮭は食べられるものの、美味しさは劣ってしまうのです。買ったケールに白いものがついていたら、それはおそらく虫の繭。でも捨ててしまうのはいけません。眉は丁寧に取り除いて、ケールを洗い、そのまま生で食べれば良いのです。ちなみにパッケージ済みのサラダ用野菜にはご注意。洗わずそのまま使えると謳われているものだとしても、これらの食品を洗わずに食べて体調を崩すというケースが報告されています。結果、それなりの医療費を払うことになったようです。飲み物に突然ハエがいることに気づいたら、背泳ぎの練習でもしているんでしょうか。さてこの場合、飲み物を飲み続けるか、新しいものにするかという問題が生じますね。これはハエのオスメスで対処法が変わります。もしメスがジュースに入ってしまったとすると、味がおかしくなってしまいます。しかしオスの場合、変化はほぼ起こりません。というのも、メスのハエは特定のフェロモンを出すため、飲み物に匂いがついてしまうのです。入ってすぐにハエを除去したとしても、元々の味は損なわれます。たった1ナノグラムのフェロモンが入るだけで、それだけの変化が起こります。しかし今日はちょっと足を伸ばして公園を散歩しよう。太陽が気持ちよく照り、散歩を満喫していたら、急速に巨大化している垂直の雲が見えてきました。最初は明るく白かった雲が急速に接近して濃く真っ黒になりました。空が暗くなり、帽子が突風で飛ばされます。すると髪の毛が逆立ちました。これはこのままだと雷に打たれてしまうので、命を守るためには逃げろという警告です。その瞬間、体の静電荷のレベルが上昇していきました。静電荷は嵐によって負に帯電した場所へ引きつけられています。急がなければ帯電が満たされ、悲惨な結果になってしまうことに。周りに隠れる場所がなければ、かがんで自分を周囲の物体よりも低くしてください。でも地面に寝てはダメですよ。濡れた地面は強力な電動体になってしまいます。雷雨の際に危険を知らせてくれる兆候は他にもあります。
手のひらに汗をかき始めたり、近くにある金属の物体から奇妙なパチパチという音がしたり、ブーンという音や振動する音が聞こえる場合もあります。合わせて肌がムズムズし始めることや、口の中に金属っぽい味を感じることもあるかもしれません。アルミホイルを噛んでいないなら注意しなければなりませんよ。さらに塩素の匂いがすることもあります。これはオゾンが原因です。電荷により大気を形成する主要な気体である窒素と酸素の分子が別々の原子に分解されます。そして原子が再び結合する際に3つの酸素原子からなる分子オゾンが発生するのです。雷雨の際、下降気流が高高度から人間の鼻の高さまでオゾンを降下させるため匂いがすることがあるんです。稲妻が見えてから雷が聞こえるまでの時間を測れば、雷雨までの距離を知ることができます。雷の音は5秒ごとに 1.6km 離れていることになります。頭上の空が暗くなり、不吉な緑色に変化します。痛い、何かが頬に当たったようです。ぶつかったものを拾ってみると、それは巨大な雹でした。でも外はそれほど寒くもなく、雨も降っていません。そして辺りの異様な静けさに気づきました。風も全くありません。嵐の前の静けさとはこのことでしょうか。大きな音が聞こえ始めました。急速に近づき、貨物列車が向かってくるかのような轟音に変わります。それは列車ではなく、なんと竜巻です。逃げる時間はほとんどありません。瓦礫が巻き上がり、上後の形の竜巻自体は見えません。でも回転しながら突撃してくる空気の柱を見間違えるわけはありません。道路で竜巻に出くわした場合には、できるだけ車から離れましょう。そうすれば車に追突されずに済みます。側溝を見つけて、その中に横になって頭を覆ってください。家の中にいる場合には窓から離れて、できれば地下に避難してください。ある時、海辺でそよ風を楽しみながら散歩していました。すると突然地面が揺れ始めました。あ、地震が発生したようです。奇妙なことに、海の水が岸辺から猛スピードで引いていくのが見えます。それによって海底があらわになり、サンゴ礁や魚が取り残されています。遠くから轟音が聞こえてきました。それは津波の音です。助かるためにはほんの数分しかないので、すぐに高台に登らなければなりません。巨大な波が岸に向かって加速しています。津波にはこれ以外のパターンもあります。必ずしも一連の巨大な波として岸に向かってくるわけではないんです。津波は急上昇する湖のように見えることもあります。このような場合は通常、激しい水中乱流によって引き起こされるのです。人間を水面下に引きずり込んだり、重い物体を引き回すのです。また海水が泡立ったり渦巻いたり、奇妙な動きをすることもあります。これらも津波の兆候なのです。犬が落ち着きを失っています。玄関のドアを引っかいたり、アパートの周りを歩き回ったり、部屋の隅に隠れようとしています。普段は穏やかで従順なのに、吠えたり遠吠えをしています。ここ数日の間、天気がちょっと変で、真夏日の翌日は肌寒くなったりしました。さらに家の近くの小さな川が勢いを増し、泡立つこともありました。食器棚の中でグラスが音を立て始めた時、ようやく何が起こっているのか分かりました。このカチャカチャという音は、本地震につながる前震によるものだったのです。地震は連続して発生することが多く、弱い地震が数回発生した後に大きな地震が発生する可能性があります。時々人々は地震が発生する少し前に、奇妙な青い光を目撃することがあります。それらの中には、地面から発生するものや空中を漂うものもあります。それは地震光と呼ばれます。巨大な圧力により岩石から放出されるこの光は、地震が発生する数日から数秒前に目撃されることがあります。ですが、専門家の中には地震光の存在に懐疑的なものもいるようです。地震が発生しそうな時に、水槽の中のナマズがいたら注目してみましょう。科学者たちは、ナマズが地震に反応するということを証明しています。地震活動が激しいと、ナマズの落ち着きがなくなるんです。虫の中には嵐の到来を感じることができる種もいます。動きを止めて自然災害に備え始めるのです。周りの虫が眠っているように見えたら、避難所を探した方がいいかもしれませんね。
ちなみにミツバチは激しい暴風雨を予測することができるので、雨が降り始める前日に一生懸命に働き始めるんです。合計波は2つの異なった波が衝突した際に発生します。かなり興味深い現象ですが、そう言えるのは岸から見ている場合だけですよ。この波が発生している時には絶対に海の中に入らないでください。水泳が得意な人でさえ簡単に水面下に引きずり込まれてしまうほどの逆流が発生しているんです。そして強力な波が海洋ゴミや海藻を流しているのを見かけたら絶対に海に近づかないでください。強い離岸流が発生している可能性があります。この波に流されるとかなり沖まで簡単に持っていかれてしまいますよ。湖や海の表面に悪臭がする緑色のぬめりを見つけたら水に近づかないでください。有毒なアオコであるかもしれません。有毒であるかどうかは一目でわからないので近づくのを避けましょう。ハリケーンが上陸する3から4日前になると海面が約2メートル上昇することがあります。波は9秒ごとに岸に打ち寄せますが、ハリケーンが近づくほど早く岸に打ち寄せるようになるんです。さらに波が高くなり最大5メートルになることもあります。空にはふわふわな雲が散らばっています。ハリケーン上空の約36時間前には気圧が低下し始めます。その後風が強くなり細い髪の毛のような雲が空に現れます。ハリケーン上陸の18時間前になると雲がなくなり大雨が降り始めます。大雨で低地では浸水が起き最大 4.5 メートルまで水位が上がることもあります。ハリケーン上空の12時間前には強風が小さなゴミなどを吹き飛ばし始めます。上陸の6時間前になると風速はすでに時速145キロまで上昇し、木をへし折ったり根こそぎにしたり大きなものを吹き飛ばしたり車をひっくり返すほど強力になるんです。ちなみに海で船に乗っている時に周りにサメがいたらよく観察してください。サメが突然海深くに潜り始めた場合、ハリケーンが近づいている可能性があります。できるだけ早く陸に戻り、他の人にも警告してあげましょう。大雨の時期に轟音が聞こえた場合、鉄砲水が迫ってきている可能性があります。川の近くにいると、瓦礫が流されてくるのが見えるかもしれません。それに水の色が黒く濁り始めることもあります。これらの兆候に気づいたら要注意です。時間を無駄にしてはいられません。できるだけ早くその場を離れなければ命に関わります。自然の中にいる時には小川や川の流れに注意を払ってください。流れが急激に速くなったり水の量が増加している場合には地滑りが発生する可能性があります。水が濁っているのに気づいたら次のサインを待たずにすぐにその場から脱出しなければなりません。果てしなく続く暑い砂漠、一見生物など生息していないように思えますね。しかし砂漠には危険で時には不気味な生き物に出会うことがあります。その中には健康上の問題を引き起こすだけの生物も永遠に記憶に残る生物もいます。今回の動画では危険生物から悪夢のような生き物まで砂漠に生息する生物を紹介していきましょう。砂漠を歩いていて手を広げた大きなテディベアを見たとしましょう。それが蜃気楼だろうと思いつつ近づいてみます。いいえ、これはぬいぐるみなどではなく巨大なサボテンだったのです。しかし何か奇妙です。奇妙な綿毛のせいで枝がテディベアの腕のように見えます。しかしこれは綿毛ではなく数千本もの細い針だから、このサボテンには近づいてはいけないのです。ジャンピングチョウヤ、またはテディベアチョウヤと呼ばれるこのサボテンは、アリゾナ州とメキシコ北部の砂漠地帯に育ちます。ご心配なく、このサボテンは襲ってはきませんが、触ると皮膚や衣服にまとわりつきます。このような毛皮のコートは、サボテンを動物から守ったり、日陰を作って暑さからサボテンを守ってくれています。光合成を行い内部に大量の水分を蓄積する側枝は植物の最も重要な部分。つまり危険ではあってもサボテンは砂漠の放浪者にとって役に立つのです。しかし危険なのは針。よく見るとフックのような形をしています。軽く触れるだけで数百本ものトゲが瞬く間に指に刺さってしまいます。このトゲを取り除くのはかなり難しく、針は不快な痛みを引き起こします。
ところでこのサボテンの一番面白い点は繁殖方法。植物は新しい場所で自分自身のクローンを作るのです。動物や人間がジャンピング蝶やのそばを通り過ぎて触れると、サボテンは針とともに自分の小さな欠片を刺します。この破片が地面に投げつけられるとすぐに根を張り成長し始めるのです。危険度を増しますよ。砂漠から次の怪物がこちらに向かって走ってきますよ。これはダチョウ。ダチョウは砂の中に頭を隠す臆病者だと思う人も多いかもしれません。しかし運悪くダチョウに遭遇してしまったら、その考えを改めることになるでしょう。通常ダチョウは攻撃的ではありませんが、ダチョウの巣の付近では走って逃げた方が無難です。ただしダチョウの移動速度は時速 70km なので、逃げることは不可能。逃げ切るには車が必要です。ダチョウは走りながら胸で敵にぶつかります。ダチョウがバンを襲って大きな損害を与えた例もあるんですよ。しかしダチョウがもたらす主な危険は、鋭い爪を持つ強力な足。彼らはそれで強烈な打撃を与えることができ、敵を倒すことだってできるんです。つまり遠くにダチョウを見かけたら反対方向に後退しましょう。この小さな斑点のあるトカゲは、アメリカ南西部とメキシコ北西部の乾燥した砂漠でほぼずっと地中に生息しています。時々昼食を探しに外に出ることもあります。可愛いように見えますが、実は危険なアメリカ毒トカゲ。その分厚い皮膚がタカやコヨーテなどの捕食者から守ってくれます。この生物の主な防御手段は毒。蛇やクモは針のような長い牙を使って毒素を注入します。アメリカ毒トカゲは毒を広げるために獲物を締め付けて噛み砕きます。人が噛まれると長い間顎が開かなくなることもあるほどです。この動物を駆除するのは至難の業。毒を実際に体験した人は、まるで熱いマグマが血管を通り抜けるような感じがしたと言います。とはいえ、このトカゲは科学の役に立つことも判明しています。この毒で糖尿病や肥満の治療薬が作られたのです。そろそろ砂漠に住むかなり不気味な生き物を紹介しましょう。静かにして静寂に耳を傾けてください。動かないで。周りには誰もいません。突然下からヒューヒューという音が聞こえてくる。下を見るとそれが現れます。人間の手のひらほどの大きさで、強い顎と長い足を持つ黄色い大きなクモが体の影に隠れています。恐怖のあまりこの怪物から何とか逃げようとしますが、クモはあなたを追いかけてきます。この状況で難しいのは承知していますが、落ち着いてください。この怪物はあなたに興味はありません。灼熱の太陽から隠れるためにあなたの影に隠れたいだけなのです。どちらにせよ触らないようにしてください。日よけ虫の強力な顎は、控えめに言っても不快な感覚を引き起こす可能性があるからです。ところで、この生き物はクモではありません。節足動物ですが、日よけ虫目に属します。この生物は噛みつくのが好きで、恐れ知らずで攻撃的。昆虫、トカゲ、げっ歯類、小鳥などを捕食します。また時速16キロで移動することもできます。体は小さいですが敏捷なので、プロのアスリートでなければ逃げ切れないほどです。日よけ虫は中東の砂漠でよく見られますが、メキシコやアメリカ南西部にも生息しています。日よけ虫は夜行性で、日中は太陽を避けようとするため常に影を探しています。ちなみにラクダの影に隠れることが多いことから、英語名を直訳するとラクダグモと呼ばれています。日中は彼らから隠れることはないのですが、夜間特に火を焚くと追いかけてきます。日よけ虫は何かを食べようと常に光の方へ向かいます。日よけ虫の中には敵を追い払うために威嚇音を出す種もいます。さて、一旦暑い砂漠を離れて、湿度の高い熱帯のタンザニアに向かいましょう。木の皮や落ち葉の下、暗い洞窟の中で地球上で恐ろしい生き物、ウデムシを見ることができます。これは尻尾を持たない大きなサソリのような姿で、何かに押しつぶされた平べったい体をしています。クモに似ていますが毒腺はなく、巣を張ることもできません。この怪物は静かで素早く動きます。しかし最も恐ろしいのはその2本の前爪。体の2倍もの長さがあります。
捕らえた獲物は決して逃げられません。暗い洞窟での生活で視力が落ちたため、ウデムシは日光を避けるようになりました。脱皮の際には高いところでゆっくりと古い皮膚から出ていきます。懐中電灯の明かりをそこに向けると、小さな眉から青白い雲が出てきます。もし実際に遭遇してしまったら、落ち着いてできるだけ遠くへゆっくりと離れてください。でも気をつけて、ウデムシは一瞬であなたの服の下に潜り込み、お腹を噛むことがあります。悪い知らせはこれだけにはとどまりません。これは冗談です。この可愛い怪物は、クモやサソリの中でも最も無害な生き物の一つ。あなたを怖がって決して攻撃はしてこないでしょう。ウデムシを美しいと思ってガラス製のテラリウムで飼育している人もいるんですよ。このようなペットを飼いたい場合は家から逃げ出さないように注意を払ってくださいね。もし逃げてしまったら再び捕まえるのはかなり難しいですから。一瞬のうちにベッドの下に潜り込んだり床の隙間に入り込んだりします。そして換気システムを通って隣のアパートに行き、隣人を恐怖に陥れてしまうでしょう。さて、もう一種、サソリをご紹介しましょうか。この動画に出てくる他の生き物ほど不気味ではないですが、これはアメリカで最も猛毒を持つサソリ。その名はアリゾナバークスコーピオン。問題は、砂漠でも、家でも、庭にもいるということ。この危険な猛毒の獣は部屋に潜り込み人を刺すことがあります。一度刺されると蜂に刺されたような痛みを引き起こします。しかしアレルギーを持つ人は麻痺や呼吸障害、その他の健康問題を引き起こす可能性があるので要注意です。